さすらいの突破誌1964年8月5日に公開された日本の映画である。監督は牛原洋一、モノクロ。主演は小林明、日活制作。凄腕の賭博誌である日室浩二はイカ様賭博を見破ったことが原因で兄と恋人を殺害された。そのため二度とダイスを振らないと誓うが、行く先々で事件に巻き込まれる。 黒い賭博士シリーズの第一弾。本シリーズの特徴は、既存作のギャグは主にセリフや小さなアクションの積み重ねによって作り出されていたが、本シリーズにおいては大げさな仕掛け物によるギャグを行っている点にある。映画評論家の西脇秀夫は007の映画シリーズの影響ではないかと指摘している。本作に先立って公開された、ハトバの賭博士は、 主人公の名前もプロットも異なるが、シリーズの先駆けと認識されることもある。イカ様を見破ったことで、兄と恋人を殺された凄腕の賭博士である、氷室浩二はダイスを捨てて、さすらいの旅に出た。横浜に流れ着いた氷室はダイスを捨て、バー、サイセリアのバーテンダーとしてこの街に落ち着こうと思ったが、街を二分する浅野と川村の間で起きる構争に巻き込まれていく。 ありがとうございます。